9月25日、1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて70円33銭高い 23,940円で終えています。今日の一番高いところというのが、15時ちょうどの 23,950円、引けの時間ではあるんですけども、終値としては 23,940円と、ほぼ高値引けというのが今日の動きでした。トピックスも先週末に比べて 18.4 ポイント高の 1822.44 で終えています。東証一部全体の 85% にあたる1777銘柄が上昇しました。下落したのは全体の 13%、 291ということで、ほぼ全面高といっていい商いの動きでした。そして今日ボリュームも膨らんでいますね。今日は9月の権利取り配当取りの最終売買日ということで、売買高株数が18億3500万株、売買代金も3兆3880億円に膨らみました。商いを膨らませて小幅高というのが今日の東証一部の動きです。新興市場マザーズ、ジャスダックともそれぞれ小幅ではありますけども、プラスで取引を終えています。日経平均冷やしチャートです。2万4000円の大台、今年1月につけた2万4000円台を再び伺う水準になってきました。今日の高いところ、先週末の高いところが2万3971円、あと29円程度で2万4000円、そして今日もあと50円程度で2万4000円ということで、ほぼ2万4000円を伺う水準に上げてきています。ただ今日の動きに限って申し上げると、なかなか様子見ムードといったところも強く、大きく買い上がったり大きく売り込んだりという動きにはなっていません。まず日米の通商協議ですね、こちらが延期されたというニュースが入ってきています。そして今週はもともと日米首脳会談ですとか FOMC が予定されています。このあたり結果、大方の報道では FOMC で利上げが確定し、日米首脳会談でもトランプ政権側はそう日本に過度な要求は突きつけてこないだろうと、そうした見方がありますけども、それを一旦通過して確認するまでは動けないといったのが今日の水準感、今日の動きでしょうか。こうした中で、強いセクター、弱いセクターというのがありますが、まず弱いセクターというのが今日は機械株が軟調になりました。例えば6103、工作機械の大熊です。ただ大熊チャートご覧いただきましても、このところ日経平均と歩調を合わせるように垂直的な右肩上がりで上昇を続けてきています。陽線と窓の連続というのがこのところのチャート、さすがに今日は一服感が出ているようです。2% を超える、3% 近い下げではありますけども、結局は先週末のレンジから大きく逸脱しない範囲での下落となっています。一旦の調整ムードのようです。そして様子待ちの色が濃いのが特に自動車関連セクターになります。例えば7201日産自動車、こちらもこのところ垂直的な株価の上昇を続けてきて、今日は金曜のレンジ内で一服というのが日産の動きです。日米通商協議、それから日米の首脳会談といったところ、アメリカの貿易赤字の多くは、対日の自動車でありますので、こちらについてトランプ政権の出方を見たいということなんでしょうか。今日は自動車株が小幅まちまちで停滞感の強い動きとなりました。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。